Hi everyone! 山口花です。前回山に行ったのがちょうど2週間前、晩秋の茅ヶ岳に行ったんですけど、明日また行きます。明日はなんと初冬の八ヶ岳。雪がどうなのかなっていうのがちょっと心配なところなんですけど、見た感じではまだ降ってる様子はないので、滑り止め の簡単な靴に留めるアイゼンっていうほどでもない滑り止めみたいなのがあればきっといいんじゃないかなって思ってます。そしてまた例によって山の前日はお昼ご飯の買い出しなんですけれども、今回は火鍋に挑戦。やっぱりね、きっと相当寒いと思うので、2400ぐらいまで上がるのかな、かなり冷え込むと思うので、体を温める何かが食べたいなと思って火鍋です。今回はとにかく出汁を忘れずに、味付けを忘れずに、前回の教訓からもうそれが一番優先事項になってます。で、二子玉川に来てるんだけど、クリスマスツリー、じゃーん。毎年二子玉川のクリスマスツリーは全然雰囲気が変わってすごいいいんですよね。新鮮な感じで、前回はもっとキラキラしてる、なんか近未来っぽいのだったと思うんだけど、今年はちょっとクラシカルで可愛いです。そして恒例の今日のコーディネート、なんかクリスマス気分が少しずつ盛り上がってきました。今年はコロナであんまり街に出ることも少ないし、クリスマスクリスマスっていう感じがなかったんだけど、一つは福岡に法事で帰った時にお父さんが博多駅の前のクリスマスマーケットに連れてってくれたことで、あ、そういえばもうすぐクリスマスだって気づいたのと、あともう一つは昨日うちのハッピーハッピークリスタルショップでクリスマスツリーを出しました。なので少しずつクリスマス気分盛り上がってきてますので、ちょっとクリスマスカラーのマニエルのコートを着てきました。このマニエルのコートはすごい薄いし軽いんだけど、めっちゃあったかいんです。なんかね、なんだっけな、蓄熱シートを中に入れ込んでるんですって。なので薄くて軽い割にあったかいっていう、それがちょっと寒がりの私にとってはとてもありがたいので、まあ今日はそこまで寒くないんだけど着てきました。で、中はね、じゃん、コートがにぎやかなので中はシンプルにしました。結構全身黒って私レアなんですよ。黒あんまり似合わないって自分で思ってて、結構地味になる感じがするので、スタイリッシュに着こなせる人が羨ましいんですけど、私の場合はなんとなく沈んじゃう感じであんましないんだけど、でもゴールドのベルトと、あとまあコートがアクセントなので、こういう時はいいかなっていうふうに思ってます。フランス、パリのセザンヌのセーターとセザンヌのベルトと、ドクターデニムっていう北欧の、デニムメーカー、これすごい安いんだけど履き心地が良くて気に入ってて、なんとこの間妹も買ったって言ってた。だから結構話題なのかなと思ってます。あとはブーツとお気に入りのメドモアゼルサントロペで買ったバッグです。ちなみに胸元のアクセントになってる白ふわはマイクです。ではお買い物行ってきます。かわいい。綺麗だね。恒例のビオセボンに来ました。ここに火鍋の元があるかどうかをまず探します。キムチ鍋の元、これでいいんじゃないの。あった、ありました。じゃーん、火鍋の素。さっきキムチ鍋を選ぼうとしたら、キムチ鍋と火鍋は違うんじゃないかという話になり、ちょっとうろたえましたが無事見つかりました。やった。
本当だ、八角とか入ってるからね、違うね、全く。でもなんか良くない？トムカーガイ鍋とかさ、カニトマトクリーム鍋とか、これちょっと次回じゃない？で、具は何がいいかな？あ、でもこれ激辛だよ、見て。唐辛子5本、投射費。何入れるのかな？白菜、長ネギ、ニラ、豆腐。なるほどね。あと人参、人参はあれ、乾燥野菜にします。乾燥野菜っていうか、これどうかな。結局乾燥人参にします。多分こっちの方が出汁が出ると思うんだよね。だからこっち。そして火鍋、玉ねぎとかも美味しいかね。玉ねぎいってみようかな。大根、うん、まあ大根、切り干し、割り干し、千切り、切り干し、割り干し、違う、千切り、割り干し、短冊、まあ中くらいでいきます。そしてフレッシュ野菜もちょっとだけ入れたいな。あ、あっちかも。おお、なんと 30% 引きあった。これにします。大好きな舞茸さん、これは絶対にいいね。ネギも乾燥なかったっけ。玉ねぎがあるからいいか。椎茸はしない、椎茸は好きじゃないから多分これでよし。あ、そうだ、あの美味しいやつがあるんだ。そうだ、行動食買います。こないだすっごい美味しかったこれです。あ、どうしよう、イチジクもある。イチジクかいちごっていうか、これえらい高いものだったね。でもまあ美味しいからいいけど、うん、なんかね、いちじくって大好きなんだけどね、色がね、やっぱなんかこう赤いものが出てきた時のテンションの上がる感じが山にはいいんじゃないかと思って。家だったらいいよ別に、だけどなんかこう疲れてる時にこう赤い元気になりそうなものが出てきたっていう、それが結構必要な気がします。あと東急ストアに後で寄って三ツ矢サイダーキャンディーを探します。飴は必須なんだけど、私は多分世界で一番三ツ矢サイダーキャンディーが好きです。なんか火鍋に麺かなんか入れる必要があるかな。炭水化物がないんですよ。なのでなんかちょっと乾燥麺か生麺みたいなのをちょっと入れようかな最後に。ありましたよ、これ焼きそばいいんじゃない。あ、ラーメンか。うん、これにします。まあ味噌ラーメンのスープは使わなかったとしても麺をゲット。余ったラーメンのスープはもし凍え死にそうになったら温めて飲む計画です。そして、あ、豚肉あるな。バラかしら、やっぱり。なんかあの隣の方がお肉多分グラム単位とかで買えるし、そっちにする。